リック・マンデイは、アメリカ合衆国、アーカンソー州、ベーツビル出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。アリゾナ州立大学の一員として、1965年のカレッジワールドシリーズで優勝を果たし、同年の大学の最優秀選手に選出された。1965年から制定された MLB ドラフトで、 カンザスシティアスレチックスから一巡目全体一位で指名され契約金10万4千ドルで入団した。1966年9月3日にメジャーデビュー。1968年にオールスター初選出を果たした。アスレチックスでは1971年までの6年間在籍した。1971年11月29日に ケン・ホルツマンとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍。1976年に自己最多の32本類が77打点を記録し MVP の投票では18位に入った。同年4月26日にドジャースタジアムで行われた試合では観客2人がグラウンドに乱入し正常期に火をつけようとしたがマンデーはそれを阻止し翌26日には イリノイ州議会が5月4日をディックマンデーの日に制定した。1977年1月11日にロサンゼルスドジャースへトレード移籍。1978年に2度目のオールスター出場を果たした。1981年モントリオールエクスポズとのリーグチャンピオンシップシリーズの第5戦でマンデーは9回表にソロ本塁ルイダを放ち2対1で。 ドジャースが勝利し、ワールドシリーズ進出を決めた。エクスポズファンはこの日を、ブルーマンデーと呼ぶようになった。ワールドシリーズでは、ニューヨークヤンキースを4勝2敗で破り、マンデーは初のワールドチャンピオンとなった。引退後は、ドジャースの球団専属解説者兼実況アナウンサーを務めている。ありがとうございます。